からこそでもあり、うん、仕事において大切かなというふうに思っております。非常にその頭の回転も含めて、まあ、きっとキャッチアップも早いだろうなというようなあの印象を持ちましたので、合格で。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのバラマツです。最強面接シリーズということで、 NTT に内定をされた方の面接を公開しようと思います。で、今回面接をしてくださる佐田さんです。佐田雅也と申します。今IoT のスタートアップで経営企画の担当という形で担当しています。もともとは、トヨタ自動車という会社でですね、人事の担当をずっとやっておりまして、まあ、ロームから実際に人材開発の部分から、あとは採用の一部を担当したりとか、まあ、そういったようなところをやらせていただいて、まあ、今回ご縁あってですね、面接の機会をいただいております。よろしくお願いします。 NTT に内定された佐藤さんです。東京都立大学から参りました佐藤と申します。22卒です。ということで、早速 NTT に合格された佐藤さんの面接始めようと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。面接担当させていただきます佐藤と申します。よろしくお願いします。佐藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけれども、簡単に、自己紹介をですね、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。改めまして、東京都立大学から参りました佐藤と申します。大学ではですね、一番注力したこととしては、バドミントン部の女子受賞として、体育会で活動をしておりました。また、学問に関しては、教育学を専攻しておりまして、教育行政学や社会教育学など幅広く、学問を学びました。また、アルバイトは10種類以上経験する、学生生活を過ごしまして、行動力と好奇心を持ってこれまで、生活してきたかなと思います。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、まずですね、面接にあたって、弊社のですね、今どういったようなところに、ご関心を持っていただいたか、志望動機といいますか、お伺いしてもよろしいですか。はい、大きく3つの軸がございます。そのうち2つはですね、結構大きい志望動機になるんですけれども、はい、1つが、IT システム、IT サービスを提供できる会社さんであるということですね。これで2つ目が、教育や公共分野に携われているということです。これの2つに関しては、学生時代教育系に携わりまして、私もその教育系の仕事がしたいというふうに考えました。一方で自身に教育系知識がないことや、やっぱり公共分野の収益をこう公共分野のことをビジネスとして収益を上げるのは、とても難しいことだと思いますので、まずは IT という軸で、さまざまな分野にこれからつながっていく IT という産業を勉強したいという思いで、IT×教育や公共といった軸を持ちました。なるほど。はい、で、3つ目がですね、はい、御社の企業研究や専攻を通して、感じた価値観に共感しました。具体的には、すいません。はい、相手の目線に立つ、さまざまな関係者の目線に立つというところに大変共感いたしました、はい、具体的には選考で大変丁寧なフィードバックをいただいたり、また御社の企業研究する際にパンフレットを、ホームページで拝見したんですけれども、例えば学生目線に立った言葉遣いであったり、また御社の知見を集めた冊子ではこう本社の業務範囲内ではなくて、お客様目線のこう知見の集約が語られていたりして、とてもこう幅広い視野を持った会社さんなんだなというところで、そこに共感し、本社を志望いたしました。ありがとうございます。これですね、だからまあやっぱりまあそのご自身がまあ勉強されてきたまあ教育というか、まあそういうその公共分野に対するまあ関心が高いとですね、はい、まあ、この公共分野にその関心があるという中において、今回まあえて IT という軸でまあインフラの方に行ったわけなんですけれども、はい、そのその教育そのものという部分に対する関心っていうのは、もうその一旦置いておこうかなという感じなんですか。そうですね、
そうですね、まず教育そのものに、はい、対する関心としては、もちろん自分自身でもとても高く持っております。でその理由としては、やはり自分が教育経験を、非教育経験、高校まで受けてきて、大学でとても教育を学ぶことですごく価値観の変化があったので、こう教育そのものはとても大切だと思う一方で、やはりこう学部で学んだだけというのもありますし、自分の性格上、こう一つの物事に断言して取り組むというか、こう悪く言えば優柔不断なところがありまして、そこに得意を感じていないので、こう環境とか仕組みを作るといったような役回りをしたいなというふうに思い、はい、IT 業界を志望しております。なるほど。いや、あれなんですね、やっぱりそういうそのインフラとかそういう仕組みっていうのは、そういったようなところに対する関心が大きいと。ちなみにそういうその公共分野にやっているようなその事業会社さんって、まあ、弊社以外にも あると思うんですけれども、はい、その他にはどういったようなところに関心を持って受けられたりとかされているんですか。他の企業さん、他の企業とか業界とか。そうですね、やはり競合他社さんである NEC さんとか、一方で、ちょっとコンサル寄りのアクセンチュアさんであったりも志望はしておりました。そこと弊社の一番の違いってどういったようなところにあると思いますか。やはりこれまでの信頼と実績と規模にあるかなと思います。IT ベンダーとして、業界1位の御社であるからこそ、こうお客様から得られる信頼に比例したこう実力を出していかなければいけないですし、実際出している、出せる環境であるかなというふうに考えています。なるほど。またそうですね、グローバルにも今どんどん積極的に展開しているというところも、そのこう安寧の地にとどまらず、こうどんどん挑戦していく姿も、こうあるべき姿というか、社会を変えていくべき会社のあるべき姿かなと思って、そこに共感したところが大きなポイントです。なるほど、わかりました、ありがとうございます。このまあいろんなその、まあ、その OB 訪問とかをしていただいたりだとか、まあ、その面接通じてその仕事のこととかもいろいろ、まあ、得ていく場面があると思いますけど、だからこの弊社の中でその営業していく上で、まあ、一番ポイントになるような部分ってどういう点だと思いますか。ポイントっていうのは、まあ、これはその相手に受け入れられるというのが、まあ、営業として一番大事だと思うことってどんなことだと思いますか。この業態とか、そのまあ業界での立ち位置とかも踏まえて、なんかどういう立ち居振る舞いもしくはそのどういう取り組みが重要になるというふうに私の中で考えますか。はい、私は最も重要と考えるのは、やはり様々な関係者の目線に立つことかなというふうに思います。例えばお客様目線に立つのであれば、御社のこう地位というか信頼と実績を損なわないような責任を持った発言と行動が必要になると思います。また例えば社内で開発側の方と調整をしなければいけない時も、お客様の意見を伝えつつも、やはり開発にも開発側の事情があると思うので、そこを組むことを忘れないという意識が大切だったり、相対する関係者に対してそれぞれの事情を組むことが御社だからこそでもあり、仕事において大切かなというふうに思っております。ありがとうございます。ちなみにこのやっぱり営業していく中で、その顧客のニーズとその開発でできることできないことっていうところが、バッティングする場面って、まあ、往々にしてあるかなと思うんですけれども、まあ、そうした中で、まあ そういったその、まあ、やりたいことを求められていることと、あとそのできることできないことといったときに、バッティングをしてしまったとか、まあ、そういうような場面をどういうふうにその乗り越えられると思いますか。はい、まだ働いてないのでちょっと何とも言えないところはあるんですけれども、自身の考えとしては、それぞれの関係者の現状と理想を共有する場を、何かしら作れたらいいのではないかと思います。やっぱりこう仕事に携わっている以上、皆さんこうやりたいって思いがあって、こうやることをやってると思うので、それがちょっとすれ違ってしまっていたり、まあ、現状のこう材料不足というか、まあ、いろいろな障害があって起こっているすれ違いだと思うので、まずは関
考えを共有するところから、うん、場をセッティングして営業として、うん、してそうですね、互いの合意形成とかを取ることで乗り越えられるのではないかと考えております。なりました。ちなみにその学生生活の中で、はい、やっぱりそのいろんなその人間関係とかもあると思うんですけど、そういうそのなんかそのやりたいことと、はい、その周りとそのバッティングをしてしまったりとか意見がぶつかるような場面ってなんかありました？はい、たくさんあったんですけどやっぱり大学のバトミントン部の時の活動では、はい、自分自身は女子師匠としてチームを優勝させたい、はい、試合に勝ちたいというのがあったんですけれども、はい、試合に普段出れていないメンバーは、うん、なかなか熱量とかやる気がなく、うん、っていう場面はありました、ね。うん、その時はこうチームに試合に出る出し方をまず考えたり、うん、はい、あとは練習中に全員に声をかけて、うん、こう目を向けているよってことを女子師匠として伝える、うん、姿勢で伝えるってったところを意識しました、うん。これで結構やっぱりそういうそのメン、まあ、メンバー外というか、うん、方々ってなんかその取り組みの姿勢が変わったりとか、まあ、そういうところってやっぱり起こるんですか？そうですね、うん、ありがたいことに、うん、特に同期にもこう熱量の差はあったんですけれども、うん、私が女子職として厳しくする役をする一方で、はい、後輩にこう積極的に声をかける役回りに回ってくれたり、うん、確実に試合は出れないけど練習盛り上げるとか、うん、自分なりに頑張ってくれるっていう部員同期がいたので、うん、出てきてくれたのでこうそうですね、変化はあったかなと思います、うん。なるほど、まあ、そういう意味ではそういうその、まあ、ちゃんと役割ですよね。そうですね、うん、なるほど、役割を待ってますね。分かりました、ありがとうございます。まあ、だいぶいろいろとお伺いできたかなと思いますが、なんか最後に一言というか、なんかこういう部分はなんか言い残したなとか、なんかこういうことを伝えておきたいなっていうことありますか？はい、これまで、うん、やっぱりコロナ禍という状況で、うん、あまり対面で発信する機会なかった、はい、御社の方とそういう機会は持てなかったんですけども、うん、その中でも御社の姿勢や価値観を様々に感じる部分がありましたので、はい、ぜひ御社で働く将来を描いて、うん、これから生きていきますので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ以上で、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では早速気になる結果の方を発表していただこうと思います。では佐田さん、今の面接の結果をお願いします。合格で。ちなみに合格の理由は、まあ、いろいろとご質問させていただく中で、コロナ禍の就職活動の中で、まあ、なかなかその社員さんのこととかを理解をしたりだとか、自分のその働いているイメージをいかに持つかということですね。やっぱりそこがまあすごく難しい中で取り組みをされているわけですけども、やっぱりそこはその実際にどういうふうに行動するかとかいうところをすごくイメージを持ってお話をされていたところが熱量もあって良いんじゃないかなというふうに思いました。いろんなその質問への返しも含めて、まあ、その表現を非常に端的に分かりやすくご説明いただいたという部分についても、非常にその頭の回転も含めて、まあ、きっとキャッチアップも早いだろうなというような印象を持ちました。すごく良、はい、かったなというふうに思います。話してる内容だけじゃなくて、質問に対して正しい答えができているかとか、はい、言葉選びとか端的に話せるかみたいな、うん、そういったところも評価に入ると。そうですね、限られた時間の中でちゃんとポイントを押さえていくっていうことがやっぱり重要なことで、それがちゃんと理解をしていればどこから答えるかっていうことがおのずと見えてくるというところがありますので、まあ、そういった部分もきちんとそのできているなという印象を持ちました。改善点もいただきたいです。改善点という部分で申し上げると、どちらかというとその深掘っていくという部分について割とその綺麗に聞こえるなっていうことが、まあ、多くお話をされてたかなという印象はありました。一方でそれはなんか緊張も含めてあったのかなと思ったので、さらに良くしていくという部分で、綺麗なことというよりかは本当にその具体的なことですよね。そういうところをもっと意識をしていくと相手により深く刺さっていくというか、伝わっていくんじゃないかなという印象は持ちました。じゃあ一連の面接を終えての感想を佐藤さんお願いいたします。就職活動が終わって少し経っていたので久しぶりに緊張したんですけれども、自分がやってきたこととか考えてきたことがしっかり評価されるってことでも嬉しかったです。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん経験したりしても、やっぱりそれをうまく言葉に伝える、初めての相手に対して伝わるように伝えるって結構難しいと思うんですけど、それはなんかどんな風に練習して身につけられたんですか？やっぱりこう、自分自身の性格としても、本番に行かないとなかなか身が入らないっていうこともあったので、何回も面接を繰り返して、その後すぐに自分にフィードバックすることで改善を重ねていきました。実践あるのみっていうことなんですね。そうですね。まあ、それはそうかもしれないですね。今見てる視聴者さんも模擬面接をやる数も多いと思うんですけど、それ以上に実際の面接の場に完璧じゃなくても挑戦するっていう経験をすることで、本当の緊張感の中でやる経験とか合否っていうのをもらった上で そのフィードバックっていうところからまたどんどん改善していくっていうことができるようになったらいいのかなと思います。ということで本日はお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。